こんにちは。今回は藤枝線の陣地ということで清水に来ています。 J1 の清水エスパルスのホームで有名な場所ですね。藤枝から清水は比較的近い場所ということで、これから清水をぶらりと一日回ってみたいと思います。それでは片散歩番外編スタートです。IAI スタジアム日本平のホームゴール裏です。ウェルカムトゥ静岡シティと書かれています。試合の時に使われる展示物でしょうかね。西澤選手と白崎選手がこちらを眺めています。日本平運動公園球技場と書かれています。ここはホームのエスパルスサポーターの応援席の入り口のようですね。すごく綺麗なピッチですね。鉄塔が邪魔で一部見えてないですけれども、バックスタンドには清水と書かれています。ゴール裏入り口のすぐ隣には清水サッカー協会の生い立ちと書かれていて、銅像が飾られています。昭和23年から平成元年までの清水サッカー協会の生い立ちが書かれてますね。今日はエスパルスの試合がない日ということで、一段上の駐車場も開放されてるんですけれども、その一段上に来るとスタジアムの後ろに海が見えますね。絶景です。清水駅に向かって車を走らせていると、エスパルスドリームプラザという建物がありました。大きな商業施設にクラブの名前がついています。エスパルスドリームプラザの中を進んでいくと海がありました。商業施設の隣には遊園地が併設されていて、観覧車やメリーゴーランドがあります。観覧車の中心にはエスパルスのマスコットであるパルちゃんが描かれています。ちびまる子ちゃんのお膝元ということで、ちびまる子ちゃんランドというものがあるようです。ちびまる子ちゃんランドには金のまる子ちゃんが飾られています。友蔵おじいちゃんもいました。清水駅周辺を歩いています。バス乗り場にはエスパルスのマスコットであるパルちゃんが描かれています。清水駅前の商店街です。清水エスパルスの旗がたくさん出ています。上の方を見るとちょっと年季は入ってるんですけれども、パルちゃんの絵がたくさん描かれてますね。清水駅にやってきました。駅の周辺を見ていきたいと思います。駅前のバス乗り場の天井を見るとエンブレムとパルちゃんと富士山が描かれています。駅構内の柱にはエスパルスのある街と描かれています。パルちゃんがたくさんいますね。清水駅の港口の方に今出ようとしてます。エスカレーターを降りるときに清水エスパルスの大きなエンブレムが目に入っています。港口の階段のところにはちびまる子ちゃんが描かれていて、その隣にパルちゃんが3体描かれています。駅中の掲示物の半分がちびまる子ちゃんで、もう半分がエスパルスという感じですね。夜6時を過ぎてもうすぐ暗くなりそうなんですけれども、このタイミングでも富士山が綺麗に見えます。素晴らしい景色ですね。しゃぶしゃぶかむりさんにやってきました。今日は清水ということで、しゃぶしゃぶかむりさんということで、清水エスパルスの応援 YouTuber のグレモルさんにお越しいただきました。お疲れです。グレモルです。お久しぶりですよ。お久しぶりです。めちゃめちゃお久しぶり。お久しぶりです。1年ぶりぐらいじゃないですか。そうですね、去年の藤枝以来、ね、はい、あーそうか、あそこが初対面で。うわそうですよね。はい、いやもうそれ、あもう大きくなられて、いやすごいですよね。グレモルさんこそ3000人おめでとうございます。いやすいません、ありがとうございます。いや、ブーブーブーじゃないですか。ブーイングすな。ブーイングすな。店員からブーイングさせられるっていうね、うん、いやもう本当アットホームな、アットホームなお店ですね。アットホームなしゃぶしゃぶかぶりっていうことで、はい、はい、もしよかったら清水に来たらね、ぜひともあの寄っていただければと思います。はい、清水に行ったらしゃぶしゃぶかぶりってことで、コースは全部で5種類あるようです。だしやタレもいろんな種類がありますね。こちらが鶏ももで、豚肩ロースで、豚バラで、そして豚ももになります。これが注文表で、うん、枚数単位で頼んで、うん、これ書いて購入表して来てくれる。これ食べ放題なんですね。食べ放題、食べ放題、90分食べ放題です。はい、めちゃくちゃうまそう。もうぜひ食べてほしいです。はい、俺店員じゃないけど、俺店員じゃないけど全然店員、俺店員じゃないけど、何にも店員じゃない、店員じゃないけど、ただただお客さん、お客さんだけど。はい、じゃあいただきます。お肉は結構あっさりめなんですけど、卵とすき焼きの出汁が合わさるとちょうどいい味わいになって、口の中のうまみもと本当に美味しいなと思います。清水をいろいろ回ってきましたけれども、本当にね、エスパルスが根付いてる町だなと、うん、なんか後ろにね、一人高橋さんですね。高橋さん、エスパルスのホールリーダー、ホールリーダーの、はい、はじめまして、はじめまして、はじめまして。グレモルさんのチャンネルでね、あ、もう卒業してません。卒業してません。
これ本当に卒業みたいになっちゃうからさ毎回目が言ってると卒業します卒業してるか、あ、なるほど、はい、現役復帰はね、現役復帰も大歓迎、はい、はい、ということで、私のチャンネルはあどうでもいいので無料の日常をどうでもいい最近3年に無料の日常どうでもいいよ純利益が一度で本当にそうなっちゃうからということで、はい、エスパルスサポーターの皆さん、ぜひ、グレモンの日常と、まあ、良ければ私のチャンネルも登録していただければと面白いので、ぜひ見てください。はい、北地が社長と西部さんとショーマンに会いに富山行きますはい、お待ちしております。富山にお待ちしております。その時はまたここのチャンネル、はい、出ますんで、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、カムリさんでした。はい、カムリさんからでした。バイチャー。